J3 の FC 岐阜に所属する元日本代表柏木陽介は11月1日今季限りで現役を引退することを発表。調子乗り世代のレフティの引退に選手やファンから惜別の声が上がった。現在35歳の柏木はこれまで広島、浦和、岐阜でプレー。岐阜には2021年に加入し、去年の右アキレス腱断裂を乗り越えて今季はここまでリーグ戦22試合に出場していた。柏木は引退発表のリリースで、サンフレッチェ広島、浦和レッズ、FC 岐阜、すべてのチームに感謝です。サンフレッチェ広島はプロサッカー選手としての幹を作り育ててくれた場所。浦和レッズはプロの厳しさ、そして最高の喜びを教えてくれた場所。 FC 岐阜は自分をもう一度サッカー選手として迎え入れ、しっかりと前を向かってくれた場所。自分にとってすべてが感謝でしかありません、と所属した各クラブへの感謝を綴った。そしてなんと柏木選手の引退にこちらの方も反応。柏木陽介選手、現役引退は大変残念ですが、これまで培ってこられたことをこれからも生かしてご活躍いただくことを応援しています。シーズンの最後まで頑張ってください、とメッセージを送った。そう、こちらの方岐阜市長なんです。柏木選手の人望をさることながら、市長さんもとっても律儀な方ですね。柏木選手もチームの規律違反など調子乗り世代らしく、いろいろとやらかしてきましたが、浦和時代に最高年俸1億円ももらっている時があったので、 J リーガーとしては成功した方だと思います。そして何より彼の左足から繰り出されるパスは本当に見せて気持ちよく結構好きでした。正直35歳、まだまだできそうですが、怪我などの影響もあるんですかね。ファンとしては18年も彼のプレーが見れて本当に良かったです。 J3 の残りの試合完全燃焼して優秀の美を飾ってほしいと思います。